こんにちは、作るに夢中、三峰すずです。今日はアバターを動かしたり VR でも使える自作のモーショントラッカーをお見せします。スライム VR ファームウェア ESP32 マイコン、モジュール化されたセンサーを組み合わせることで実は結構簡単に作れてしまうんです。しかも材料費としてはおよそ1000円台という試しやすい部品構成です。すでに持っているモコピと組み合わせてより自由度の高い動きができます。 VR チャットに VR モードが入ったり、このようにバーチャルな体を物理世界アバターと連動させるには、物理世界の動きを何らかの方法でデータにする必要があります。個人でも簡単に利用できる方式としては、 TDPT アプリやワルド、メディアパイプライブラリのようにカメラ映像から姿勢を推定する方法、バイブトラッカーのように固定の装置と装着したセンサーの位置関係で座標を測定する方法、モコピのように IMU 慣性計測センサーで移動を計測、積算して座標を計算する方法などいくつかあります。今回はこの IMU を利用した方式のトラッカーを作りました。ファームウェアと PC 側のソフトウェアにはスライム VR を利用しています。ネットワークで接続された複数のトラッカーをもとに人間の姿勢を構築します。複数種類のトラッカーを混在させて利用できるので、モコピと自作トラッカーの組み合わせもできます。スライム VR の ESP32 シリーズ向けファームウェアを自作のハードウェアに書き込んでトラッカーに仕上げました。ハードウェアを細かく見ていきましょう。利用したマイコンは ESP32C3WRM02 です。 ESP32 でも良いのですが、たまたま試作中の ESP32C3 マイコンボードがあったので C3 にしました。センサーは MPU6050 です。おすすめというほどではありませんが、安価で入手しやすいのでなしではないかなという感じです。手元になぜか余っていたというのが最大の選定理由ではありますが、電源はニッケル水素充電池を小圧して使っています。自作トラッカーにはリチウムイオン電池が使われるケースが多いですが、取り扱いや処分が難しいので試しに採用してみました。 ESP32C3 も MPU6050 も 3.3V が必要なので小圧しています。バッテリー駆動時間はやや不安ですが、実測して確かめたいところです。こちら回路の構成です。 ESP32C3 と MPU6050 を I2C で接続、それぞれに電源を供給、 LED を1つというくらいでシンプルです。スライム VR ファームウェアは複数のセンサーを同時に扱えるので、今回は2つ接続しています。同じ MPU6050 で I2C アドレスが重複するので、片方はアドレスピンをハイにしてアドレスをずらしています。これらを即席のケースに収めてハードウェアは完成です。概要欄に補足記事へのリンクがあるので、詳しくはそちらも参考にしてくださいね。スライム VR ファームウェアのカスタマイズです。公式サイトに設定ファイルのジェネレーターがあるので、そちらを利用します。センサーの数と種類、接続したピン番号を合わせました。この設定ファイルをファームウェアに取り込んでビルドして書き込みます。 PC 上のスライム VR の設定をしていきましょう。今回はモコピと組み合わせて上半身発展トラッキングをしてみます。モコピ単独、つまり6点だと手首を動かせませんが、8点なら動かせます。センサーそれぞれをこのように割り当てて VMC プロトコルで自作配信アプリ VCAM ストリームへ送信してみましょう。間に VC フェイスを挟んで Web カメラによる表情トラッキングも追加します。手首が動くだけでもさらに上半身の表現が豊かになったように感じます。もちろん全身トラッキングにも利用できます。 VR チャットの全身トラッキングを想定してクエスト2、モコピ、そして自作トラッカーです。
ーショントラッカーを自作して、モコピと組み合わせて利用してみました。自分で作ってみると、いかに既存の商品がよくできているか実感できて、それはそれでとても感慨深いです。また既存の商品と自分の制作物を組み合わせて一つのシステムを構築するのも楽しいですね。今回制作したトラッカーはドリフトと呼ばれる誤差やノイズの積算による位置回転ズレが結構あるので、センサーを交換してどうなるか試してみたい気もします。バッテリー駆動時間は安静状態の実測テストで約6時間でした。単4サイズのニッケル水素電池2本にしてはかなり頑張っていると思います。電池容量をうまく使い切れていない感じもあるので、まだ改良の余地はありそうです。自作マイコンボードを活かしてモーショントラッカー自作の第一歩を踏み出すためで満足です。このチャンネルではなければ作ろう、すでにあっても自分で作ろうをモットーに、車輪も再発明しながら物の仕組みや感覚値を追体験していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。